改めまして、神谷博士です。モス、小野大輔です。はい、はい。オープニングでも話しましたけれども、こんな撮ってたんだね。そうね、びっくりした。俺もそれは知らなかった。お、ほんとさ、はい、俺もう、なんだろう、ぶっちゃけ、榊原さんね、はい、ハマンカンの声を担当されている榊原さんって、はい、1回ぐらいしかお会いしたことないんですよ。なるほど。僕はお会いしたことがないです。そうなんだ。そんな方に。そうですか。そんな方にですよ。もうこんな、こんな珍妙なセリフをね。珍奇セリフのオンパレードですよ。もう本当だよね。いやもうだって前半はさ、もう本当に神谷博士っていう単語がいくつ入ってんだってぐらい入ってるもんね。はい。うわすごいな、まあ、俗物ですよ。俗物言われたってすごいですよ、ね。俗物って言われたもんね。だって神谷博士よくもずけずけとそんなことを願うとは恥をすれ、俗物。あ、うん、何これ、これ言った、うん、今回神谷博士の恋人役に立候補したハマンカーンである。言ってるよ、言ってた、言ってるよ。ほら、俺もちょっとぼんやりしてるもん、記憶が。ぼんやりしてるね。あ、そう、嬉しすぎて、あまりにも衝撃的すぎて、うん、ちょっと覚えてないんだわ。なぜでも30以上のセリフを榊原さんは取ってくれたんですよ。はい、はい、それはですね、サンタクイズあったでしょ、はい、あれ、あの正解不正解ありましたね、うん、怒ったり好印象。そうだね。だから逆のバージョンっていうのもちゃんと用意されてるわけで。一つの質問につき、まあ3つ答えがあったじゃない、うん、それぞれについてあったってこと、うん、そう。へー。デートに行くなら、はいはい、どこっていうのを間違えたじゃないですか、うん、間違えたね。会ってたら、はい、神谷、私と来てくれればって言ってたらしいですよ。そんなこと、あ、これが対応してるってことか。あー、うん、わー、でもすごいな。こっちもさ、すごいなと思ったんだけど、何、そもそもさ、そのオンエアで流れているものだけじゃなくって、うん、それ以外にも、うん、もうぶっちゃけ全部で31個撮ってんのね。はい、どうやら。 そうですね、それを見るとさ、はい、すごいのあんだよ。ん、何、何、気にするな、小野大輔のやることを知る良い機会だ。もっとすごいなんだよ。聞いたことあるよね。もっとすごいなんだよ、はいはい、小野大輔、お前には期待しているぞ。そう、それをね、それ言われて僕は、うん、はーいって言ったわけですよ。さら、うん、にだよ。はい。小野大輔、進行を担当するお前がグダグダするな。そう、それがね、それ聞きたかったんですけど、うん、意外とだから台本しっかりね、もう完全に決まってたんで。言ってたからね。うんうん。うん、結構あと言ってなかったってやつで言うと、うん、小野くんがそうじゃなかったからかもしれないけど、はい、小野大輔、まずは脇の汗を拭け。もっと脇汗かいてたら言われてたんだよ。そうですね。うん、残念ながら皆さんのお耳元には届いてませんけれども。それはちょっとね、残念なんですけど。そうなんですよ。音源後でいただけないですか。これすごいぞ、マジで。うわー、これね、思い出残ったね。いや、すごいよ。よかったね、神谷博士、はい、ハマーンに振られるというですね。最高の思い出が。確かにね。あんた伝説作るな、今年も。ないですよ、本当にもう。今年も作んな。最高だよね。ごめんなさい、私あなたとは付き合いません。あんな強く言われると思わなかったもん。あれ、コロニー落としする時のあれだもん、勢いだもん。そうだよね。めちゃめちゃびっくりした。びっくりするわ。もう本当こんなバカな台本によく載ってくれたね。そうなんですよ、沢木原さんね、うん、本当いい人だね。ええ、アクシズ待ってますで、カッコ書きでアクセス待ってますのダジャレになりますっていう CM が書いたの。バカじゃないの、もう。よくこれをさ、渡してさ、しれっと撮ってもらったね、ほんと。でもなんか帰り際にまた呼んでくださいっていう風に言ったんでしょ。そうなの。いつでも呼んでくださいって。そこがまたすごい方ですね。もうすっかり僕大ファンです。いい、ね、はい、僕もです。ね、惚れちゃいました。もうこれからだから、はい、なんか取材等々でガンダム関連で何かあったらですよ、はい、例えば神さん、00のキャラクターの中、まあ女性キャラクターの中ですね、はい、一番の好みのキャラクター、ハマンカンです。00、ああ、ハマンカンです。ハマンカンすごい最高ですよね。本当に僕も理想の女性です。最高です。もう僕はね、彼女にね、心を打ち抜かれましたね。ということに、彼女のこと考えただけでドキドキします。まで言う。なるでしょうな。なるね。これはな。いや、もうっていうかね、改めて本当にね、ダブルゼータ、ゼータ見るわ。見るね。見る。うん。俺も見る。全然見方変わるもん。ブルーレイ買うわ。もう完全、そうだよね。これ完全にさ、うわ、あのセリフだってなるもんね。完全にこれ本線から引っこ抜いてきて、それの全部パロディになってるから、うん、ほとんどそこシャアに向かって言ってるセリフなんだよね、これね。そうなの。神谷さんのところはシャアです、ね。そう。うん、
もうだからさ、うん、ちょっとなんか自分が言われてる気になっちゃってドキドキかもしんねえもん。うわもう改めて、ね、家で DVD 見てゼータとダブルゼータ見ますわ。もうゲームとかやってて、うん、ハマーンカーンとか出てきたらもうドキドキしちゃうもん。そんな人いないよねあんまりね。恋恋ですよ本当に、マジで完全に恋だね。いや本当にね、神谷浩史の修羅場が見れたぞ。うわハマーンカーンに振られたわ。ハマーンカーンに振られるなんてなかなかないもんな。履歴に書いといたらいいよ。書いとくわ、うん、ハマーンカーンに振られるって35歳の時に。そうそう2010年35歳、ハマーンカーンに振られる。本当にこんなバカな企画がよく通ったもんだな。うん、この番組を侮っていたわ、うん、いや恐ろしいっすな。監督だよねもう、うん、まあもしだよ、うん、万が一も現場でさ杉原さんにお会いする機会があった日には合わせる顔がねえってのは正直なところなんだけれどもね。でも多分そうだよね。もう本当に土下座ですよ、ありがとうございましたと、はい、もう本当にねこの放送気になってるとは思いませんけれども、もう本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました、心の底から感謝いたします、本当にありがとうございました。はい、ではリスナーから届いた普通を紹介していきます。リアネーム、はい、アズさんからいただいて、はい、神谷さん小野さんこんばんは。はい、デュラララ見ました。おお、私は原作から好きで読んでいました、うん、アニメ化と聞いただけで嬉しかったのに、キャスト陣があんなに豪華、さらに神谷さんも小野さんもご出演なさるということで見るしかないと思いました。映像も綺麗だし隠しネタが豊富、続きを知っている私でも来週が楽しみです。うん、なるほどね。デュララですよ、はい、1月からですねデュララが、デュラララ結構言いづらいんですけども、デュララが始まりまして、デュラララララが、そうですね、はい、まあ我々出演させていただいておるわけですけれども、はい、まあ、我々出演者も非常に楽しみながらやってるよね、うん、うん、本当にこの番組楽しすぎね、うん、毎回毎回台本もらうの楽しみだし、あと台本を読んだだけじゃちょっとわからないことも結構あるんですよ。それやっぱ映像的な処理っていうのもあるし、うんうん、でそのアフレコやってても楽しいんだけれども、さらにそれがこう完成してオンエアで見た時にその音と映像とちゃんと色がついた状態で、ね、うん、みんなの、まあ、完成形じゃない、うん、それを見た時にさらに、あ、そっか、こういう風になったんだっていう楽しみが僕らの中でもあって、うん、だからその制作過程は我々見られるわけじゃない。あ、そうですね、うん、だから一粒で二度も三度も四度も美味しいみたいなことになってるもんね、うん、だから変な話、我々が一番楽しんでるかもしれないね。そう、オンエア見て楽しいですもんね、うんうん、エアチェックっていうのが自分の演技の確認であったりとか、そのもう一回思い出すっていう意味合いで見たりするじゃないですか。でもデュラララはもう一回見たら新しい発見がある。そうなんだ、これがすごい、ほんとそう、僕初めてかもこんな経験ね、うん、まあ、まず原作読んで楽しんで、うん、で、まあ、アニメーション関わって台本読んで楽しんで現場行って、うんうん、まあ、まずビデオもらってビデオ見て楽しんで、うん、ビデオって何よ、リハーサルビデオね、いや、うん、リハビリね、うん、で現場行ってみんなのお芝居聞いて楽しんで、うん、でオンエア見てさらに楽しんじゃったりとか我々してるから本当にね、うん、なんだろうな、すごく充実した感じですねこの作品に関してはね。見てとしか言いようがないですね。そうなんだよね、うん、でやっぱ1回見て気づかなかったことが2回3回見て、ああれ何これっていう風に思うようなことがあるんだよね、うん、オープニングを見て、うん、めちゃくちゃいろんなヒントというかが散りばめられてて、あれこれ何とかちょっと思うんだよ、出しちゃっていいのみたいな、うん、そうだからね、ぜひなんだろうな、より深く楽しみたいというふうに思った方だったりとかですね、うんうんうん、ちょっとでもこう興味が湧いた方はですね、うん、原作を読んでさらにアニメーションを見て、うん、ビデオに撮っといて、うん、1回見た後に、うん、気になるところをコマ送りしてみたりすると、あ、確かにね、結構ね、実はいろんなものが散りばめられていて、うん、まあ、単純に1話見て2話見た後に、うん、また1話見ると全然違って見えるとか、違う、そういうのが今後もいっぱい出てくるんで、うん、何回見てもね、そうなんだよね、1話のあそこでさ、あそこでこうこね、あの人誰みたいなとかあんだよね、なんかそう、あ、それ後の方ですよね、繋がっていくの、そう、多分そう、かなり後の方ですよね、まだ僕らも分かんないよ、あれなんでここだけこの人こうなのっていうシーンがあったりとかして、あー言えないんだよ、それ言いたいんだけど、ちょっと後々それは皆さんの楽しみとして取っといてほしいから、ちょっとうかつな発言するとね、楽しみがなくなっちゃうかもしれないじゃん、言わないでおこう、うん、これは言わない、これはですね、ぜひ皆さんに見ていただきたい作品です、デュラララぜひよろしくお願いします、お願いいたします、はい。